皆さんこんにちは、ジョーチャンネルです。今回は今回はエルゴラッソの、高校サッカー選手名鑑、お二人の対談の後に、スペシャル対談でジョーチャンネルの方も回させていただきたいなと思ってますんで、ああそうですか、はい、今日はゲストのねえ、はい、やっぱり果実の10番はい松井大輔君に来ていただきました。ありがとうございます。いやーよくね、本当に来ていただきました、ありがとうございます。本当、ちなみにあの、松井さんはジョーチャンネルは、あ、見てます。あ、本当ですか、ありがとうございます。何ですか、ご人みたいな感じですか。まずはね、そうそうそう、見ていただいてるかどうか、ね、いやでも面白かったね、なんかね、今対談したんだけど、そうですね、まあ、高校サッカーについてね、いろいろ語ってきたけど、はい、やっぱりこう世代はちょっと果実でね、ちょっと違うけど、はい、でも共通する部分がいっぱいあったりさ、そうですね、ね、はい、まあ、とにかくもうというもう冒頭からそういう感じでね、今バーンってもうなってるだろうね、うん、でもやっぱりこうそれだけ厳しかったというね、そうですね、うん、いやでもよく我慢したよね、3年間我慢しましたね、うん、なかなかさ矛盾だらけの高校生活でさ、そう、でもやっぱりそれがあったからこそっていうのは絶対あると思うんだよね、プロでね、ちょっとしただって矛盾なんて大したことなく感じるもんね。そうですね、うん、だから多分か、海外に出た時もそんなにこう違和感なくじゃないですけど、それは楽しめたっていうのはあるかもしれない。まず鹿児島の方言だったりとか、まず分からないわけじゃないですか。そうだね、確かにね。一応下下宿ってあの、監督の下の下宿に行くんですけど、おばあちゃんが、あの世話をちょっとしてくれるんですけど、大輔、じゃあキビレって言うんですけど、キビレってなんですかねみたいな。キビレ、あ、結べってことなんですよね。ゴミをこう結んでから捨てないといけないっていうので、掃除を教わるんですけど、もう全く分かんない、分かんないね。しかもやっぱり年齢層の結構高い方はすごく鹿児島弁をすごくね、いろいろ使うから、だからなかなかね、俺も最初キバレ、キバレって言われて、キバレってえ、何キバレってって言ったら頑張れみたいなね、そう、そういう言葉、まず言葉を覚えるのが大変だよね。だ、大輔は京都からね来てたから京都弁最初使ったんでしょ。そう、普通にね、最終的にはもうあの鹿児島弁になりましたね。鹿児島弁今でもそう、やっぱり鹿児島のメンバーと話すとちょっとなりますね。なるでしょう、まあ、奥さんが鹿児島の人なんで。あ、そうか。でも奥さんと始めた時はまあ標準語ですけど、標準語でね、家庭内では標準語、標準語です。ああ、そう、鹿児島弁出ない、出ないでも地元の方と喋るときはめちゃくちゃ出てます。ああ、やっぱ出るんだ。ああ、なんかさ、逆に家で鹿児島弁で喋ってても、ですね、キャップがすごいいいよね。今回100回大会ということでね、はい、まあ、記念すべきエルゴラスさんの、まあ、タイアップという形でね、やらせてもらいましたけども、まあ、でも高校サッカー見てる？見てますよ。あ、本当、まあ、今でもちょっと今でもたまに見てますね。やっぱその鹿児島だったり、あと京都だったりとか、いろいろ見てます。やっぱり見るんだよね。でも私たちの母校鹿児島実業もね、全然ダメですね。いやー、ちょうど僕1年、あ、3年生の時の1年生の森下君が、森下君、ね、監督やってますよ。僕可愛が、あの、いろいろ可愛がらせてもらったんですけど、頑張ってるのは頑張ってるんですけどね、時代の流れに乗れてないのはちょっと分かんないですけど、難しいんじゃないですかね。ね、勝負弱いよ森下、俺厳しい。いやいや、俺ね、違う、実は森下、果実選手権来れないと、まあ、冬の時期に東京に出てきて、いろんなこう違うチームと試合したりするでしょ、はい、で、そこのね、泊まってる場所に俺行ったのよ。リアキリさんってリアキリグループさんがいろいろ支援してくれてて、 OB の方がね、でそこまで俺行ってね、そう、子供たちにジュースとかさ差し入れ持ってって、で森下何やってんだと、あ、これ果実が出なかったらどうすんだっつってずっと言ってたんだけど、なかなかやっぱり勝てないね。勝てないですね。あ、今はやっぱり神村学園と、ね、城西、鹿児島城西、でも結局やっぱり中高一貫校がやっぱり今強いでしょ。中学校からもやっぱりこういい選手を育てて6年計画でやっぱり立ててくるから、そこ果実がなかなかできなかったところを今チーム作ったんだよね。知ってる？中学校のところをチーム作って、でそれに対抗をこうしていこうというね形で、でもそれは遅かったんだ、ちょっと。
だからやっぱり中学生の頃からもういい素材がどん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 こう向こうに流れちゃってるね、部分もあるから、だからやっぱり中高一貫って強くて、青森山田も中高一貫だから。あ、そうなんですか。そう、黒田監督ね、先生、中学校の校長先生だもん、そういいとこに行ったなと思うよね、黒田さん。中学校の校長先生だからさ、やっぱりこうね、中学校の年代からこうね、そうですね、いい子たちとかね、全国から集まるでしょ、あそこも。だから、やっぱり横浜市からも行ってました。あ、本当。はい、青森山田まで。そうなんだね。だから全国から本当にいい選手が集まるんで。そうでしょう。だからやっぱそういう時代になってきたし、まあ昔もね、大輔の時代もあったもんね、大輔もそうだけど、やっぱりこう鹿児島にね、やっぱり果実でやりたいっていうね選手もいるけど、でも最近はちょっと果実がね、残念ながらですけどね。そうですね。誰か果実の OB がちゃんとやればいいんだよね、もっと。そうですね。そうそう。それ余計なこと言うんじゃん。まだ先輩いるからさ、先輩いるからね。そう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 。めちゃくちゃ下のやつ。そう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 。でも有村ってさ、あの神村学園で今監督やってるでしょ。あ、はいはい、あいつ果実だからね。あ、そう、平瀬と同じ。うん、で3年1年って。そう、まあ神村やってる場合じゃねえよって言って、果実やれよっていつも言うんだけど。そう、だけど果実にはいやーっつって、そうならないかなっていうね、まあでも本当ね、やっぱ100回大会なんで記念すべき大会だから、なんか優勝予想みたいなね、はい、大輔ちょっとどこのチーム、まあ、あんまり そんなに現役だから見てないかもしれないけど、注目校なんかちょっとこういうところどうなのみたいなのない、静学、あ、静学どうですか、好きそう大輔好きそう、やっぱりこう出るよね、スタイルが ね、 そうですね、ちょっとやっぱりドリブルとかさ、やっぱりこう本当にこう何するかわからないチームだしね、静学、そうね、実はすごいね詳しい方がいらっしゃるんですけどね、静学どうですか、情報的には。今年は相当強いです。相当強い、はい、もう J 内って4人出てて、ただインターハイの準決勝で青森山田にシュート0本に抑えられて0-4で負けました。わ、それくらい山田強いです。そんだけ強いですね。強いですね。青森山田、松木玖生、ね、選手がいて、で彼は1年生から10番背負ってきてて、で飛び級でね、この間アンダー23の代表に入ってきて、でそこで点取ったの、すごいよ。あの子はちょっと今までにこうないぐらいな、ちょっと活躍するかも、で FC 東京も内定決まって、そう、やっぱ気持ちも強いし、やっぱり技術もすごいあるから、ちょっとねそれ注目して見てみて、うん、すごい J に内定してる選手多いですね。多い多い、そう、だからユースクラブももちろんねあるんだけど、でも高校サッカーって昔はやっぱりさ、高校サッカーがメインだからさ、高校サッカーからプロっていう流れがあったけど、やっぱユースクラブからっていうこう時代も経て、はい、でも最近やっぱりまた高校サッカー注目されてるから、レベルがすごく上がってきてると思うんだよね。一時期ちょっとダメでしたもんね、ちょっとやっぱりもうユースに取られちゃって、いい選手で 1.5 軍2軍ぐらいな感じが高校生みたいな見方をされてた時代があるんだけど、でもやっぱ今年はすっごいいろんないい選手いるし、逆に選手権で県予選で負けてもね、大阪とかもそうだけど、もうプロ3人出ますとか、そういうのがいっぱいいるからさ、だからちょっと注目してね、ぜひ欲しいなと思いますね。そうですね。俺は優勝数は青森山田。本当に行きました。いや、去年続きね、去年青森山田って言って決勝で負けてるから青森山田。そう、じゃあ僕は静学でいいですか。静学ね、ああ、いいかもしれない。ちょっとこれ外したらあれだよ、あの、ね、視聴者プレゼントしてそんなのあるんですか。いや、あるよあるよ。そう、回収しに行きますね。ね、そう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 。いや、でも本当にね、高校サッカーやっぱりこう経験してるからね。そうですね、やっぱり楽しみでもあるし、これ一生やっぱり語り継がれるやっぱり大会だから、だからやっぱり俺たちの世代でも72回大会だな、俺たちって言ってんだけど、もう何十年前かって話なんだけど、仲間集まるとやっぱりちょっとその話になるわけよ。当時ね、ああだったな、こうだったなとかね、そういう話になってね、藤崎ね、副キャプテンが PK 外したから未だに言われるからね。松田先生が亡くなった時に、俺たち集まったわけ。あ、そう、先生のところに行かなきゃいけないって、はい、で集まって、でちょっと何人かで話したんだけど、その時も、まあ、藤崎も来たんだけど、その時まで言われてたからお前のせいで優勝できなかったって。そう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 
そのぐらいやっぱりこう高校サッカーってなんかね思い出があるね、うん、大会でしたからね、はい、そうぜひですね皆さん今回どんな高校がね優勝するのか、そしていろんなやっぱ選手がいるので、だからこの選手すごいなっていうのをぜひ見つけてほしいなと思いますね。未来のやっぱり日本をね背負っていく選手たちだと思いますので、はい、ぜひ注目してほしいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。